神様が本当にいるとしたらな、うん、貧しい子供を助けて、生まれながらちょっと体が悪いことで今死ぬかっていうのが出てきてすぐ助けてで、あの飢えた人にパンあげたり、うん、みんなが喧嘩ないようにバッとやって、飛行機も落ちそうだったらぶっと申し上げたり、うん、悪い政治家すぐ吹っ飛んでいっちゃったり、そういう神がいたらだな、それは神が作ったもんであって、我々は何の自分の意思がないわけだよ。で我々はなぜ自由かというと自分で選択できるわけだって、悪いことをするのかいいことをするのかって、神様が悪いことしたら殺すよってすぐ目の前にいったらいいことしかできないわけだよ。でも悪いこともできるっていう選択を残しとって、どっちはお前は選ぶのかっていうのが神様の優しいとこなんだよ。だからそれが他力本願と自力本願の違いなんだ。楽しく爽やかに死ねるんだね。そうするとね、こっちにも悪いのあるよ、いいのあるんだよって、お前どっち選ぶんだって神様に言われたら、人間初めて自由でしょ、うん、だけどこっちしか、お前いいことしかやっちゃダメなんだって言われたら、我々は何のために生きていくか分からないんで、我々はだから神様の言われた通り生きてるだけだから、そうそうそう、自由がないんだ。それはだから自分自身、さっき言ったように自力本願っていうのね、今竹ちゃんが言ったのはまさにそうなのね。